倉山充の直球勝負、平松のシュートということですね。城根先生、はい、こちらのアベノミクスを阻む7つの敵、はい、話題沸騰ですね。そうですね。何がすごいって4号いきなり競技が変わってしまった。直球ってハンドボールだったんだ。ハンドボールです、はい、もちろん、はい、城根さんがハンドボールやってたって20年付き合ってて初めて知ったんですけど、僕はハンドボーラーなんですよ、はい、偉大なスポーツですよ、ハンドボールは。素晴らしいですよね。私体育の時間にしかやったことないですけど、もうね、あれはね、経験者ちょっとでも経験してると素人ボコボコにできます。あ、そうなんですか。はい、ちょっとでも経験してるとね、やり方がちょっとあるんですよ。まあ今はどうかわかんないですけど。それなんですか。いや、あれね、バスケだとボールを空中で取ったら、空中で取って123か3歩ですよね、確かね。でハンドボールは0取って1歩しかやっちゃいけないから01なんですよね、確かね。ハンドボールね012なんですよ、確か。だから1個ちょっとそのステップが違うんで、みんなそこですごい混乱して最初のうちうまくいかないので、シュートが打てるか打てないかっていうのでいうと、みんなこうなんですか、飛んで打つのはなかなか難しいんですよ。だからステップが違うので、最後左足で踏み切らないと右足で投げられないんで、それ癖ついてるとそれができるっていうね。じゃあいきなりちょっとやれば全くのど素人との大差になる。大差になるんですが、バスケをやるとボコボコにされます。なるほど。その癖をつけるとバスケがすごく苦手になる。なるほど。はい。ということが書いてある本でした。あ、違います。全く書いてないです。どっちかというと球技苦手なので。7人の敵じゃなくて7つになってしまった。7つの敵なんですけどね。まあこれ常念塾経済セミナーの方でね、まあ詳しくいろいろお話しして面白おかしく。まあオーディオブック発売中です。発売中なんでぜひお買い求めいただければと思うんですが、中でね、話した通りですね、やっぱりそのガス泥棒っていうんですか。はい。あ、違った。それ国際政治の話ですよね。全然関係ない。で打ち合わせ 100% 破った。またもブック破りやつ。ブック破り。皆さん目覚めてください。誰にが目覚めるんですか。新日本プロレスファンは適当に言葉入れ替えてください。結論はその7つのね、まあなんて言うんでしょうね、内輪の論理ですよ。そうです。その7つの内輪の論理がさもね正論であるかのように幅を利かせているんですと、はい、この国は。で新聞もそういうのにすり寄るような話を書いていますと、ね、でその内輪の論理だってね全部間違ってるわけじゃないんですよ、はい、あえて言うとね。それはインフレだって際限なく言っちゃったらダメだから、日銀理論だって少しは正しいことあるんですよ、全部間違ってるとか言います、ね、同じく公共事業万能論だってね、それはデフレの時やった方がいいですよ、供給制約の範囲内でね。何度も言いますけど、供給制約の範囲を超えたら手で掘るしかなくなっちゃいますからね、はい、掘ってみろ、これ。もう思いっきり掘ってみろ。誰が何のため掘るんですかみたいな話をこの前で常連塾経済セミナーでオーディオブックで聞きます。オーディオブックで聞きますからね。とかね、産業政策万能論だってそれもね、もう本当に超アーリーステージの資本主義入ったばっかの国では、まあ国営のねいろんなまあ建設公社があったりとか水道公社があったりとか、まあその電力会社があったりしても別にいいわけです。明治日本の関右衛門藩工場みたいな。そう、まあそれは仕方ないですよ。でも結構割と早くそういうのをまあ出して、ある程度ちょっと民間にした方がいいんですけどね。で例えば高度経済成長期っていうのは電力会社、ね、全部ありましたけど、地域独占ではあったけれども、競争してたんですよ、ものすごい。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ競争してた。そうなんで、今みたいにレントシーキングとかって言われるようになったのは、原発の補助金を結構もらうようになって、保安員と通貨になってからダメになっちゃった。でなんでねその高度経済成長期の時にそんだけその電力がしのぎ削ってたかというと、下手すると国有化されるって危機感だったんですよ、やってる人に。戦争終わった直後ね、国有化でいいんじゃないかみたいな議論があったのを、ダメだ、民間でやらなければ絶対ダメだと、競争がないところには価格低下生まれないんだって電力の人に言ってガンガンやってたんですよ。うちの電力はこんなにやってると、だから名古屋とかだとトヨタの工場とかあるでしょ、もう安定的に安い電力をとかやってたんですよ。でそれが原発の補助金もらい出して、ちょっと少しおかしくなって、で今ちょっと官僚と戦えなくなっちゃったと。なるほど。そう。それがちょっと今回ね福島の問題とかにも実は響いてて、でもそういう意味で言うとちょっと電力会社の方も考え変わってきてて、やっぱ頃取り戻さなきゃいけないんじゃないかっていうちょっと思ってるんですよね。なるほど。はい。だから今ちょっとそのレントシーキングだとかって攻撃、まあレントシーキングの言葉の使い方間違ってる人結構いる。まあそれとは論外なんですけど、そういうちょっとまあ教育の問題の人は置いといて、現状そのレントシーキングだと言われ挑戦されているまあ電力会社ではあってもね、まあ彼らは彼らだから頑張ろうとしていると。でもスタートは産業政策だったんですよ。だから全部が間違ってるってわけじゃない。そう。ね、では身内の理論っていうのは何かっていうと、結局その最初はそれで良かったのがだんだん時代が変わって、そろそろこう変わっていかなきゃいけない。でもなんか利権の構造ができちゃってるので、利権にしがみつくためにその理論にもしがみついてると、そういうことなんですよ。だから理論が先なんじゃない、利権があって理論があるって感じなんですよ。怖いのは、その部分的に正しいっていうのって、全部間違いよりも怖いんですよね。ああ、なるほどね。異端は異教よりも。恐ろしいという話ですね。いやだから必ずしも全部は否定しないんですけど、でもね、こうまあこのチャンネルぐらい見てる人はね、まあそんな人はいないと思うんですけど、一部の人でね、その全否定か全肯定かしかない人がいるじゃないですか。そう、逆に部分的、こんないいとこあるんだから全否定良くないって、いや部分的に正しいからそれが困るんだよっていう人を騙しちゃう。で違うところは違うと、ね、正しいところは正しい、それいいんですよ。だからまあ国を良くしたいと思いは共有しててもいいけど、でもその理論でやったらあなたのっていうのは結果にならないよっていうことをまあね、その数字とね、クールな頭でこう議論すればいいだけの話で、そこでなんかイデオロギーの問題とか何とか持ち出すってのはちょっと違うんですよね。思いは一緒なんだから喧嘩しないでくれよって、こっちから仕掛けてないし議論もさせないしみたいな、あなんかの呪いが黙れっていう、あ誰からのお前余計なこと言うな黙れみたいな声ですね今みたいな話ありますからね。ということなので、まあそういう変な理論のね、まあとんでも理論とあえて言いますけれども、まあそういうまあ利権ありきで作られた、まあ無理くりひねり出したそのロジックっていうものを、まあ何なのかと、何が問題なんだということをこう解き明かした本で、まあ一応浜田先生にもですね、イエールの浜田先生にも読んでいただいて、ジョナさん今回とてもいい本だと。悪中論はタイトル見ただけで拒絶されてしまったんですが、こっちはかなりいい本だと言って帯まで書いていただいて、宮崎哲也先生にもお褒めいただきまして、やってますので、ぜひまあその経済のですね、教養を一つ深める本の一つとしてね、お読みいただければなと思ってるんですけどね。本当いい本ですよね。いや本当もうずっとこういう活動をやってきたジョナ先生の集大成ということですが、やったアベノミクスで景気良くなると思ってたら、なんかまた包囲されてるみたいな、まあそうですねまあ戦いは続くんです、戦いは続くみたいなことですね。ケンゴンさんね、見てますか見てますかみたいなね、まあそういうことでぜひ皆さんもですね、永遠にこれ続くんです。保守っていうのは基本的にその永遠に続くってことができるかどうか、戦いが終わった時はこっちが滅びた時だけです。そうです、そういうことですね。はい、ということでぜひお読みください。ぜひお読みください。ありがとうございます。